朝ドラ、ランマンの万太郎の妻たち、スエコ、と綾の実在モデルの紹介ネタバレです。万太郎の二人の妻、最初の妻、綾は離婚後に目掛けに。次の妻、スエコ、は万太郎の研究のせいで破産。その後、天才的手腕を、と題してお送りします。最初の妻、牧野直ナとは。牧野直 綾野モデルは牧野富太郎万太郎のモデルのいとこで、実家の作り酒屋を手伝っていました。富太郎にとっては望まない結婚だったため、すぐに離婚したという話もあります。それにしても、牧野直という女性は富太郎の史実にほとんど登場しません。牧野富太郎を語る上で、牧野直はどのような存在だったのでしょうか。 牧野富太郎が10代の頃、作り酒屋を手伝っているいとこである牧野優と結婚したらよいの。ではないか、と周りが勧めました。富太郎は植物以外には興味がないので、勧められるまま結婚を受け入れます。やがて富太郎の植物研究への情熱が抑えきれなくなり、ついに家を出て東京へ。東京へ出てからは、 実家のことをあまり帰り見ておらず、そのまま疎遠、離婚に。なったかもしくは、誰かと結婚したら家業に力を入れてくれるかもしれない。という祖母の奈美子が一縷の望みをかけた結婚だったのかもしれません。なおは働き者で、祖母の奈美子と一緒に忙しく店の切り盛りをしていたようです。また、明治時代の初めには、試し婚や、 足入れ婚と呼ばれる結婚の形態があり、富太郎となおもそうだった可能性もあります。明治時代にはまだ男性は公に目掛けを持つことができたため、富太郎自身も、最初の結婚のことをそれほど意識していなかったのかもしれません。1877年に祖母奈美子が亡くなりましたが、店は番頭といとこで商売を続けたとされており、 いとこが牧野尚で、牧野富太郎と離婚した後も、そのまま家事。手伝いを続けてくれていた可能性があります。また、なみ子の葬式はなおが取り仕切っていたという話もあり、その後にあっけなく捨てたのかもしれません。いとこということですので、あえて二人の結婚についての詳細は記載しないと親族間で決めていた可能性も、ありますね。 牧野富太郎の2番目の妻小沢末子末子との衝撃出会い一目惚れと結婚富太郎は歌詞が大好きで大学へ通う途中の歌詞屋にいた美しい娘小沢末子末子のモデルに一目ぼれ小沢末子が娘の頃の家は裕福で末子は踊りや三味線の稽古もしていて粋な芸者のようだったらしいので きっと洗練された美人だったのでしょう。スエコ、自身もよく店に来てくれる富太郎のことが気になっていました。気前よくお菓子を買っていく富太郎に好感を持っていたのです。すぐにネギ氏の一軒家を借りて同棲をスタートさせました。二人は1890年明治23年に結婚。新婚当初は生活にも余裕があり。 牧野富太郎はこれまで通り研究費と実家を頼りにしていましたが、実家の作り酒屋が破産してしまいます。末子の長女の死。そして富太郎の給料だけでの暮らしになり、そのうち牧野家には13人もの子供が次々と生まれ、そのうち育ったのは7人、食費も足らなくなってきました。しかし、 明治26年1893の長女、その子の死去は二人にとっても特別なものでした。その子は4歳まで成長していたし、一番上の子供だったからです。富太郎は植物の研究のためならどんなに高い本でも購入。薪の家はますます貧乏になり、借金も増えていくことに。そこで貧乏を解消するために、末子は、 渋谷下流会の荒木さんという場所にスエコのもう一つの名、今村という待合の店を出しました。スエコは経営に関しては素人だったそうですが、いきなり待合のような店を始める大胆さがありました。スエコの経営手腕について、富太郎はある座談会で以下のように述べていたそうです。この待合は私自身が開業したものではなく、 私の妻がやったことであって、その店は私とは世帯が別になっていた。私の妻がこともあろうに何故大それたゲートをしたのか、というと、当時私一家が貧乏のどん底に陥っていたので、早く金を得て、我が家の経済を立て直さんとするのが唯一の目的であって、それには待ち合いが一番早く金を得るのに都合がよいとのことでこれを選んだわけだ。 そして妻は素人ながらも待合業を経営するぐらいな天才的手腕は持ち合いせていた。ゆえに何の奥するところなく大胆にその技をはじめ、渋谷下流会での荒木さんに妻のせい、今村の看板を掲げたのであったが、その後ゆえあって廃業してしまい市場の昔端を今日に残したその妻も今は得なき人の数に入った。出典、牧野富太郎自助伝。 富太郎曰く、妻は素人ながらも待合業を経営するぐらいな天才的手腕は持ち合いせていた、そうです。待合は出入りする人も多く、そのお客様たちの秘密を守ったり、常連の人たちへの細やかな心遣いも必要です。とても大変な仕事だったのではないでしょうか。子供たちも何かしら手伝っていたのかもしれませんが、 実質一人でこの待合いを切り盛りしていたのだとすると、スエ子はまさに天才的な手腕を持っていたと言えるでしょう。この待合いは、長くは続かず最後は悪い客がついて、貸し倒れになり、店を閉じたと言われていますが、スエ子の店のおかげで牧野川生活を立て直すことに成功し、富太郎は大好きな研究に没頭することができたのです。 やがて東大泉に家を建てる頃になると、スエコは今度は植物園を作ろうという夢を抱くようになりました。スエコの静間の名前を植物名に。しかし、その夢は叶うことなく、1928年昭和3年に55歳で亡くなるのでした。スエコは病院にかかることが増えてきましたが、 富太郎は仕事で全国を飛び回る生活。富太郎は新種の笹を見つけて家に持って帰りました。末子の体調は優れず入院。それから1ヶ月足らずの間に、ことぶき英子は亡くなります。末子は40年間、富太郎と一緒に過ごしましたが、文句一つ言いませんでした。